この子も一緒に食べるの、餃子です。全然食べない。餃子とおにぎりと、はい、お醤油。これつけとくか。暗いね。スペシャルお昼ご飯セットにしよう。餃子もかな。それでこれをここに置いて、キムチをね、漬物代わりにしてね、ここにポチョンって置きます。で餃子も乗せちゃう。なんだこれ、なんだこれ見せて。これパパのスペシャル丼。何これ。餃子、卵、餃子、卵、キムチ。ん？食べてる？食べてたの？欲しいよって言ってた。餃子がサクサクだよ。あ、開かない。開けないか。また、おいぎってなるし。まあ、醤油ついてる。うん、うまっ。お、卵かけ美味しい。食べる。うん。ハウスハウス。これ家じゃないよ。家じゃない。うん、ペット飼った時にね、これね、も入れてね、逃げないようにね、持ってやって。一応確認しましょうか。はい、81個、15、15個で100枚中77枚。なかなかいい感じに取ってはいるんじゃないかなと思うんですけれども、ではさ。かっこいいじゃん、ポケット手突っ込んで。本当にソリ？ひーちゃん。うん。ソリ滑りたかったの？ソリ、ソリ、あ。ラフ。できた。ソリを持って出発だ。僕らの島へ。え、それも僕らの島へ。明日は、えいや、明日は、えいや。4月と思うね。うん、うん。4月なのこれ。本当だ。もう溶けてなくなったんだよ。おお。ゴー。おお。ガタガタ。ちょっ
外溶けてきてるから滑んないね。うん、濡れた。勝負できない。ここはハッシュタグ埋まっちゃう。雪ザクザクだから。お、見てこれ松ぼっくり。お、下土見えてるじゃん。すごい、うん、すごい。触ってみよう。うん、いいよ。うわ、埋まった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 。どっちが行くゴールいける？スイッゴー。おお、ゴー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 。あ、来ないの？いや、こ、子供だからパパ乗ったら怒られちゃう。何やってんだーって言われる。いないじゃん、だろ。楽しい。見て。うん？おお。怖え。怖え。頑張れ頑張れ頑張れ。落ちたら負けゲーム。落ちたら負けゲーム。オッケー。うぃ、落ちるとこやった。おー、落ちたよ。落ちたら負けです。3回。ママどこ？こっちです。おー、ちょっとザクザクでめっちゃ埋まる。大丈夫か大丈夫か。危ねえ。上じゃなくてさ、真ん中通りだ。落ちるよ。おお、落ちる落ちる。気をつけてそこ。ええー。え、なさん。どうした？いやだ、虫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 、どこどこ？どこに行った？どこに行った？ゴールの近く。え、どこ？どこに行った虫？いやだ。うわ、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。うわ、うわ、うわ。どんぐりじゃん。どんぐりじゃない、松ぼっくり。虫、おびき寄せるの。あ、そうだ、雪で隠しちゃう。うん。雪で隠したら虫来ないんじゃね。虫、来ないかもしれない。え、虫埋めるか。埋めちゃうの。めっちゃ生まれたん、ここ。あ、やば。うわ。おお、色がいい感じ。なんかココアみたいな色。いい感じ？うん。今までよりもいい色。いい色してる。うん。だめっちゃブラックだったじゃん。うん。これはいい色してる。いい色してるね。うん、全部外をシューって入れたからじゃん、うん、最高の色して。全部、全部さ、外をチャーって入れたから、うん、この色に、ね、シャーって入れたの。この中入っちゃう、カッパーイ、こい、カッパーイ、カチャ。お味方変じゃん。ちょ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 、なんでその変な飲み方するの。で、これ、これ飲み口なの。ここ飲むとこなんだ。こうじゃない方、なんか手曲がってるよ。こうじゃないの。鼻水出そうだった。でも、こう持つんだよ。え、これでもいいんだよ。これでも、ほら。変な持ち方。これ大人やるやつじゃん。めっちゃむずいよ、これ。え、なんかいっちゃね。なんか、ね、やばいことやってる。こぼすよ、こぼすよ。
どういう飲み方してんの、ひーちゃん。おいしい。ちゃんと飲むな、ちゃんと。いやー、大人ちゃん、何やって、ひーちゃんもできるよ。ひーちゃんやなくて、あ、膝のストレッチをしてる。こんなできるの。うん、いいね。だともできるよ。いや、だって、いや、それやんなくていいか。パパこれ膝のストレッチをしてる。ゲッタン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 して、なんで腕立てしてんの。パパこれ膝のね、運動しなきゃな、少し。あー、いつ痛いよ。いつ見て、いつ、こんなの簡単、楽勝。ひーちゃんは若いからなんでもできる。でも悪いみたいにできるよ。やんなくていいって。見て、やったにはって。ジャンプ楽しい。あ、できるわ。いいのいいの。お腹もっと痛くなる。じゃあもうダメ。